間はご飯を食べる。食べると、価値、お金の担保が、減っていく。担保が減ると、インフレになり、不景気になる。補う必要があり、それに最も効果があるのが創作。ただ、面白い創作、である必要があり、その時それは為政者にかなり苦言を言う。平等ではない？面白い、だ、面が白くフラットでなければ、そこに価値は発生しない。為政者か、あるいは現場にいる高いスキルの誰か。平等を害する、その絵は些細だ。腕自慢の町工場は平等を害するから貧乏になる？ちょっと一般論から言うと微妙だ。ただ、そういう、理解し難い面倒さが不景気の原因にはなり、だからこそ打開し難いわけで。利益を得る方法はある。しかし、出張動画版も、一応は1年続いて、問題は、ほぼ、起きてない。価値、は、あるだろうか？状況は未だに。